ナマンダブツ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 。今日は2024年5月28日の火曜日です。今日はですね まあ雨降ってますね。で、雨降っとったら天気悪いいう話になるんですけど、私はそれを言わんようにしてるんです。まあまあ、誰かに言わはったらそれに応えて、ああそうですねみたいなことで言うようにしていますが、自分から雨降っとったら天気悪い言って言わんようにしてるんです。これはですね、元 NHK のアナウンサーでやった村上信夫いう人がね、富山県の富山支局に行っとった時に、そういうふうにしてアナウンサーさんやからそういうことを言うたら手紙が来てね、それがね、どこの州しか分かんないけどお坊さんから手紙が来ましてね、世の中にはいろんな職業をしておられる人があって、で、晴れの日の方がいい人もいればそうでない人もあるんで、それをですね、雨降ったら天気悪くて晴れとったら天気がいいとかいい天気やとかいうような言い方は間違ってるんじゃないでしょうか。ってご縁さんから手紙が来たんで、それから私はいい天気悪い天気いう言い方はしなくなりました、せんようにしましたとおっしゃっていますし。で、これなんかわざと掛け合いでやってはるのかどうかわからないんですけども、 NHK のラジオ聞いとったらアナウンサーさんはいい天気悪い天気言うて言わはって、でそれに対して気象予報士さんは必ずは晴れの天気雨の天気言うて、こう言うていかはりますね。これはですね、なもん NHK のアナウンサーもちょうど村上信夫さんがみたいなね、偉大な先輩に真似てそうすりゃええようなもんやけど、それをあえてそんなふうになさっていないのは、なんか何がしやっぱり、気象予報士さんとの掛け合いの中で何かの気づきを私たちに与えようとして、そんなふうに言うてくれてはるんですかね。ちょっとわからないですけどね。統一すりゃええようなもんやけどね、それをあえて統一されてませんから、何か意味があるんでしょうね。で、ちょうどこの村上さんの、に手紙送ってくれはったご縁さんみたいな形で、やっぱり日々の生活の中で必ずご法話とか必ず仏教にちなんだ話じゃなくても、生活の中でポロポロと出てくる言葉がございます。今何をしてるかってシリーズもんで西村宝鉄師逸話集っていう5本を読んでるんだけども 昨日のところで「法語」っていうセクションが終わって、そして今日からですね「稽古その他」稽古その他っていうところに入っていこうと思います。で、これだから、なんていうかな、なんか意味わからないやつも結構あるんですけどね、これどういう意味かな、結構あるんですし、せっかく、必ず、仏法にポンと直接結びつくものもばかりでありませんし、あんまりそんなないですし、それからあと、まあ、他の宗教のことを揶揄しているようなところが、もう表現もあって、これ読んだらいいのか読まん方がいいのかみたいな そういうところもちょっとあるんですけれども、まあまあ、しかし書いてある通りに読んでいこうと思いますね。勝手に取捨選択していくようなもんでもないやろし、よほど時代的に差し障りがあって、この時は OK やったけど今そんなこと言うたらあかんねえようなことがあったら、それはちょっとやめておきますけれども、まあ、ちょっとずつね、そんな形で注意しつつ読み進めていこうかなと思います。稽古その他のところ93ページからです。神は神楽にあかず、日本の神道の神様は神楽にあかず、仏は経にあかず、西村宝鉄鐘にあかずと、ね、藤岡俊彦も鐘にあかずやけどね。これやっぱね、人間の本性かな ですね。で、その次、間違いというものは恐ろしいものじゃ。三里の灸を尻、尻のお尻の尻に四里という、まあ、掛け言葉ですね。お尻の尻と四里のお尻に。で、間違いというものは恐ろしいものじゃ。三里の灸を尻に据えると、わずか五尺の体で一里も稚児をことになると。どういうことかな、何がしかの間違い、物の
の言い間違い、ちょっとわからん、うん、これまた教えてください。続きまして、明治19年明如上人が監獄教会ということを始められた刑務所での教会をしましょう言うてくれはった、しかしまだ前がある、釈迦如来は牢屋の中で偉大部人に説教なされたと。まあ官業そうですね、牢屋の中で、偉大家部人にお説教されましたですね。で、だから、まあ、別に、昭和明治19年から西本願寺で監獄教会始まったりだって、そんなずっと前からやってはるやんけってね、お釈迦さんがしてはりますやんかっていうことですね。で、それから次ですね、これもようわからんのですが、ある道行法権師に本気で問う。あなたは何様のご再来でありますか、ほんまのことを言うてくだされ。時に酒を飲みつつあった彼は杯を差し上げて、隠せども、まあ、こうやって欲深い人間がずっと輪廻転生しているのであるということですかね。せやけどあるお道行はそんな風には思えなくて、で、まあ、例えば世々に善道現れて保守を証拠と示してぞというような、ね、そんな風にして、善道さんの生まれ変わりですか、法然上人の生まれ変わりですかね、ご再来ですかっていうのはねそんな風に、尊敬の眼差しで、あなた様は何様のご再来ですか、本当の何様のご再来でありますか、本当のことを言うてくだされた。真顔で言うたって、いやもう俺そんな立派な人間やないよ、酒飲みたいだけの人間やって言うてはるということですかね。それから次、だから、坊主というものはお布施をもらう経よりもお布施をもらわぬ経を余計にの、読まにゃならぬと。昨日のところはそうでしたね。西村さんは酒は大好き、私人を食ったような話もようしはるけども、しかしお友人の時にやったらめったら長いこと丁寧にお勤めしてはったという話を、ね、昨日のところで、ご紹介しました。でそれどうしてかよって言ってたら、やっぱちょっと襟を正すようなことでありましたですね。どんなことかわからんだ、昨日のとこまた見て聞いてください。でその次、お日様、お天道さんは1年365日東から上がって西に沈む。ただの一日も休みはない。五海山様は満90年の夕べまでただの一日もお休みなさらぬ。わらじの上が寝床ぞなと、わらじの上が寝床ぞなということでしょうね。それに対して八十州の神様は6日かかって世界を作り、7日目には安息日といって、休んで、ずぐされる、怠けるということね、安息日ということで、休んで怠けちょる、こんなずぐされ者の真似でもしなさんなよでね、だから先ほど申したようなことで、ちょっとこれ差し障りがあるなとかね、思いますけどもね。まあまあ、そういうこと、仏さんはね、不足あることなかりけりゅうと言うてありますんで、まあこんなアホみたいなもんにずっと、こうね、救済の、働きをし続けてくださってるということですね。そやからまあこちらも努力せんなんのやということでありましょう、ね。酒も飲むけれども努力せんなんということでしょう。で、続きまして、ある時、ホッケの小僧と真宗の、これもちょっとね、差し障りあるんですよ。ちょっと差し障りある表聞いてくださいね。ある時、ホッケの小僧と真宗の小僧が喧嘩をした。ホッケの小僧は言った。お前んとこの仏様は小敷じゃ。二本指を曲げて、金くれ金くれと言うておる。真宗の小僧も負けてはいないと。あれは、金銭くれ、金くれというのとは違う。お前んとこのお祖師様は夏の炎天でも綿帽子をかぶっておる。ああいうバカ者を弾き飛ばすためじゃ。ね、こう言うて書いてありますね。これはちょっと読みづらいですね。それから、次もちょっと読みづらいですよ。伝教大師、伝教は56で死んだ。最澄さんは56で死んだ。弘法大師、
弘法は62で死んだ、ね、空海さんは62で死んだ、日蓮は61で死んだ。現世祈りをした者に長生きした者がねえ、これは現世祈りをした罰じゃ。ところが現世祈りを止めた五戒山様は90まで生きた。法然様は80まで、蓮如上人は85まで生きたぞな。南無阿弥陀仏の延年天寿の徳が生きて働く証拠じゃ。延年というのは、年を述べるということですね。まあ、延長するの延です。年齢を延長する。そして、天寿、天いうのは展開するの天、展覧会の天でもありますが、寿はもちろん寿ですね。だから寿命が、長く引き延ばされる徳が生きて働く証拠じゃと。ね。南無阿弥陀仏を唱おればこの世の利益極もなし、ルテンリンネの罪消えて上郷中庸のぞこりぬ、嘘はおっしゃらぬ。これかって、あ、ごめんなさい、ちょっとごめんなさいね。これかって別に浄土真宗の、偉い人で、早亡くなった人もあるはずなんですけどもね、それどう取ったらいいんでしょうねということですが、まあこういうことをね、日々の生活の中で言うてはったということですね。非常に読みづらい話ですね。まあ、もうちょっと読んでいきます。諸君方は平生麦飯や粟飯ばかり苦労ちょるが、極楽に行ってみなはれ。百味の御食じゃあんまり、うまいんで、だらすこなしこたまうんと、食うぞなと。それで腹を底の方から阿弥陀様が気を利かして運動場を作られた。それが22願の元相回向、煩悩の林に遊んで人ずを現ずということじゃと。ごめんなさい、ちょっと、今ちょっと小村帰りが起こったんで、ちょっと、ああ、また起こってきた。いかん。ちょっと。で、そうなのでね、元相回向で、仏さんと一緒に、くそくあることなかりけれどね、弥陀観音大聖師、大願の船に乗じてぞ、何だったっけ、苦悩の海やったっけ、に浮かびつつ、生死の海に浮かびつつや、衆生を予防て乗せたもんでね、私は船頭でえっちらおっちら船こいでるわけだから、その船頭で船こいでるっていうのはですね、これはですね、極楽でしこたまええもん食べさせてもんだから、運動不足やったらいかん言うて、私がまあオールの一本も持たせてもろてるということなのかなということですね。まあ亡くなった後の話ですけど、元相回向、元相摂家の働きによって私もそうさせていただくということでしょう。が次です。信を取れば盗人じゃ、我が物を取るなら盗人じゃあるまいがと。からですね、まあまあこれ別に大丈夫だよね。で次、お釈迦様は三身じゃとおっしゃる。四身心行欲生やとおっしゃる。で、天人菩薩は一身じゃとおっしゃる。三身じゃ一身じゃというので大喧嘩になった。それを五戒山様が仲裁なされて、元三一、三を合して、三つを合わして一とするのじゃと手を打たれたということですね。まあ次行きましょう。添田の町に、波多間という産婆があった。産婆さんの波多間さんいう人が言い張ったと。この家は彼の定宿であった。つまり、西村先生の定宿が添田いうところに行った時の定宿が、西村先生の定宿がその産婆さんの波多間さんいうところであったと。ここのおばあさんは面白い人で、奉献師に限らず僧侶に供養することを好んだ。奉献師曰く、これだけ坊主をまかのうた者は、むざむざと地獄に落ちるものではないぞ。ああ、そうなのかな。
それから、ある時説教所建立の寄付を募りに回り、高座上より叫んで曰く、銭を出さぬ者は阿弥陀様が助けても俺が極楽の門番になって突き出すぞ。この人覚毛教皇っていうのを作らはる時やったんか、ちょっとそれはわからないんですけども、高座の上でお説教してはって、寄付を募るためにお説教してはって、銭を出さぬ者は阿弥陀様が助けても俺が極楽の門番になって突き出すぞ。こんなこと言える人って面白いね。で次、ある人曰く、あの道行はご法義を聞きながら博打をやめない。ご法義を聞いても何にもならぬ。で、ご法義聞いたら博打やめるはずやというふうに思っている、そういう考え方ってあるかね。それに対して法権師これを聞いて曰く、博打打ちが法義を聞くといえばまだ褒めにゃならぬ。法義を聞いて博打を覚えたのじゃあるまいが。ああ、なるほどね。博打打ちが法義を聞くといえばまだ褒めにはならぬ。そんなもんでもっていう言い方をしたらあかんのかもしれませんが、博打打ちでもご法義を聞く耳は持っておると。だけれども、ご法義聞いたら博打しとうなったというのとはまあね、これは違うでしょって、ね。ご法義聞いたら、南無阿弥陀仏の教え聞いたら、博打が打ちたくなったっていうんじゃなくて、博打打ちにもやっぱり、聞く耳、法を聞く耳があるということやし、つまりそういう教えを受ける、気であるということですよね。機械の気、気法を言ったの気いうことやけどさ、これは智義やったかな、が言ってたと思うんですよ。天台大師智義が言ってたと思うんやけど、気というのはですね、こう、かすかやけれども法を聞くものであって、そしてその お祈りとそのものの関係は良い関係であるということでしたね。そやからまあ言うたら、聞かせる仏さんの力が働いているので、私その聞く耳があるかどうかいうことは難しいとこやけど、少なくとも仏さんは私に聞かせる力があるので、だから私は法を聞くわけだけれども、やっぱり それは取りも直さんと博打打ちであり、そして私みたいな人間でもやっぱり法にそれを聞かせる力があるわけです。そのことをね、思ったら、ね、素晴らしいことじゃないかということやし、で、ね、お祈り聞いて博打打ちになりたくなったっていうのではなくて、博打打ちにも法を聞く、聞かせる、その法の力が働いてるでしょっていうことですね。で、その次です。ある人曰く、あの人間は恩知らずじゃ、30日も人の家の厄介になりながら、近頃はその家の前を放火無理して通る、ね。私、そうだね、そういう恩知らずなところってやっぱり人間にはありますからね。私もありますしね。そしたら法権師曰く、そのくらい恩を知っとるものがあるか、間向きに、見切るまいが、そのくらい恩を知っとるものがあるか、間向きに見切るまいが、まあだからよくわかんないけど、多分ね、ほっかむしてふっと消えていくということは恥ずかしいなぁ思って、恩返せるような状況にない、ことが分かってて、まあ恩はもちろん返せるものではないかもしれんけれども、なんか例えばですよ、そんだけ世話になってやったら何か持っていかんなとかさ、何がしかのお返しをせんなんのだけれどもっていう、そういうことが心の中にあって、で、それで、なんかせんなんと思うんやけど、残念ながらそれだけの力がないんで、金銭的な経済的な力がないんで、お返しはせんなんのやろうけど、社会的な恩返しをせんなんのやろうけれども、それをする力がないので、ほっかむりして、
顔をそらしてその家の前を通らざるを得ない、その恥ずかしさを持ってるっていうことが素晴らしいことなんじゃないかっていうことなんかな。ちょっとわからないですね。で、その次です。もうだんだんそろそろやめような。宝剣氏の尽力によって、大東村の東光寺の鐘を言い換えて、大きな鐘とした、梵鐘を、交換する必要があったんだけれども、東光寺さんでね、梵鐘を交換する必要があったんだけど、その時に、宝剣氏が、随分と力添えをして、でたくさんお金を集めてくれはったり、御門徒の協力を仰いだりされたということでしょうね。でその時の宝剣氏、彼曰く本堂の駆け出しは見たことがあるが、鐘の駆け出しを見た者は初めてじゃ。また曰く、この寺に似合わぬものが2つある。坊主の学問と釣り鐘じゃ。東光寺は小寺であるにかかわらず、住職、清藤芳春氏には学問があって、司教さんならはった。で、釣り鐘も大きくなったことを褒めて言ったのであると。釣り鐘をね、迎えられたのは西村さんのお力も大きく関わっていたかもしれないけども、それはそれでともかくとして、ご縁さんを褒めてはるいうことですね。立派なご住職が、小さなお寺であるにもかかわらず、司教さんになられるような立派なお寺でありますねっていうことをおっしゃったのでしょう。そろそろやめとかなんな。いつ、これぐらいしておきましょう。あんまり長くなってもいけませんから。でもやっぱね、明治の人は自由でいいね。私はなかなかこんな風に話せません。そして、こういうことなんかなと思って解釈を自分でしてお話をしていますけれども、そんなことではないのかもしれませんから、これはそんな意味はないですよっていうことがありましたら、また教えていただけたらありがたいです。今日はこれぐらいしておきます。